はい。テザー放送、テズーです。お疲れ様です。えー、本日もよろしくお願いします。えー、今月はたくさん動画出したいなと思ってたんですけれども、えー、結構サボってしまいました。はい、すいません。<laughs> えー、まあ、ライブ含めて20本ということで、まあまぁ、あえー、平日には、あの、出していければクリアするかなと。えー、それに合わせてですね、サブチャンネルの方も、えー、月20本ぐらいのペースで、あの、どっちも20本ずつぐらいの感じでやっていきたいなと思っているので、えー、っと、よろしくお願いします。えー、それとですね、あのー、なんだっけ <laughs> 何をと思ったんだっけあのー、いろいろこう、前置き用意してるんですけども、こう、始めた瞬間に飛んじゃうっていうことよくあります。えー、なのでやめます。はい。えー、今日はですね、有給のお話をしたいなと思います。 ます有給休暇のお話です。えー、まあやっぱり未経験で運送会社に入るまあ運送会社じゃなくても有給休暇というのはええー、ともちろんありますが、えー、運送会社の場合はですね有給休暇を取ると嫌な顔をされるとかですね、えー、有給休暇を取らせてくれないみたいなお話がそこら中にゴロゴロしておりますね。えー、今日はそういうお話。はい。えー、そしてあのコメント来ているのでこちらちょっと読ませていただきます。ええー、と名前は伏せさせていただきますね。はい。ええー、有給について質問なんですがドドン。えー、入ったばかりの新人は有給を取 取りにくいという話を聞きますが実際にあるんでしょうか。えー、周りの目を気にせず申請してもいいんですかというご質問ですね。どうもありがとうございます。えー、まあこの質問をえっ、ー、と元にですね今日はお話をさせていただこうかなと思います。えー、有給休,休暇。<coughs> えー、まあ、入ってですね会社に入ってえー、まああの一日2日では有給休,休暇ありませんけれどもその会社に入ってですねえー、これ例えばあの正社員の場合とアルバイトの場合でもあのそうだと思うんですけどえー、確か勤務日数えっ、ー、と月のですね8割以上え勤務していれば えー、有給休暇が、えー、と付与されるということになっているはずです、まあ、日数はいろいろバラつきありますけれども、えー、と必ずもらえるもの、えー、これはあの取っていい休暇ですね、えー、半年、うん、半年働いて十日、えー、これが決まりです、はい、あの <laughs> うちの会社は五日だからみたいなことを言う嘘会社たまーにあるんですけどうちの会社は五日とか勝手に決められるものじゃないですね、はい、あのこれはの出た日数と、えー、にあの積み重ねた日数半年なら半年 え、で、あの、決まってます。えー、なので、あの、月の出勤日数がそんなに出てなくて半年だったら、あの、まあ、5日とか6日なのかっていう、あの日数、えー、限はありますけれども、えー、基本的に正社員として入って毎日働いてたら半年で10日、えー、付与されます。えー、そして半年で10日付与されて、その半年後から数えて1年。その半年後から数えて1年。2回言いましたね、今ね。はい。<laughs> で、えー、っと、11日付与されます。そこ、えー、そこからは1年ごとに、えー、っと、11日、12日、 日日とと年ごにえっと、11日もらえる。今年は11日もらえたら、え、来年1年間やったら、えっと、12日の有給休暇がもらえる。え、これは2年分ストックできると。え、3年分になったのかなこれは法改正されたのかどうかちょっとわかんないですけど、僕の記憶では一応、え、2年分ストックできると。そして2年超えたら、えっと、一番古いのから、えっと、どんどんなくなっていってしまいますよと。え、こういうことなので、え、最近やっぱりですね、国の方も、あの、 有給休暇を取らない人が多い。えー、そしてあの取らせない会社が多いので、えー、会社の方に行政指導としてあの年間あの半分5日は必ず有給休暇を取らせてくださいねと、えー、社員さんを休ませてあげてくださいねという指導が入って、えー、なんとか無理くりですね会社の方もあの5日、えー、休ませるようにしております。はい、もう当然なんですけどね。ほらこれについてはもう別にあの議論の余地はなくあの有給休暇というのはえっ、ー、と取っていいもの、えー、労働者の権利なので、えー、やっぱり <laughs>。 働いてるからには休みたいただ、えー、その取っていいもういつでも取っていいよっていうわけではなくやっぱり、えー、運送会社に限らず、えー、やっぱり仕事の段取りというのがあると思います、えー、繁忙期閑散期あると思います、えー、例えばですねああのあなんかダメから今日休みたいなみたいな朝に電話して今日休みます有給ありますよねってそれはなしですよねあのやっぱりこれって社会人としての常識で考えればわかることあのいくら有給は取っていいとはいえそういうのはやっぱり やっぱりちょっと違うのをあの、お分かりいただけると思います。えー、なのでですね、あのー、 前日に予定が分かっている会社がほとんどだと思うんですけど、その前日に予定の決まった後に、えー、すいません、所長、ちょっと明日、あの、パチンコ行くんで休んでいいですかとかですね。あの、そういう、どんな理由であってもですけど、あの、前の日にもう、あの、仕事の段取りが決まっているのに、あの、有給使わせてください、みたいなのは、いやいや、ちょっと君待てよ、みたいな、そういう感じになると思います。それは別にブラックでも何でもなくて、やっぱりこう、事前に打ち合わせして、自分の好きな日に、要は、あの、仕事のガッチガチに決まって、 ない。要は来週の月曜日からちょっと水曜日までえっ、ー、と田舎に帰りたいんです。とか。まあ旅行に行くんです。でも理由は何でもいいんですよ。あの別に自分が本当にさっき言ったように、朝からパチンコ並ぶんです。とか、あのドラクエが発売したので、あのもう1週間ぶっ続けでやりたいので1週間休ませてください。来週から休ませてください。みたいなあの実際、僕はそういう休み方してました。えー、なので理由はもう何でもいいんです。あの、会社側がそんな理由では休ませられんみたいなアホなこと抜かす時たまにあるんですけど。どんな 理由であろうとも、有給休暇は、あの、労働者の好きにとっていいという。えー、そして、まあ、あの、さっきも言ったように、前の日とか当日とかは、やっぱりさすがに無理なので、えー、例えば、あの、予定、来月の、えー、まあ、この日からこの日までとか、えー、まあ、あの、再来週のいつからいつまでは、ちょっとあの、旅行に行きますとかですね。えー、そういう、なんか、会社と交渉して、えー、まだ仕事が埋まってない、まだだ、 あの、わりかし余裕があるよという時に当て込んでいくと、えー、別にあの新人だからとか、入ったばかりだからちょっとあの嫌な顔をされるとか、そういうことはありません。えー、そして企業側の方はですね、あの、そういう顔しないでください。<laughs> あの、休むのは当然の権利でございます。えー、これ例えば繁忙期だとしても、あのー、 えー、例えば、ま、LP ガスやってて、えー、で、あの、冬場はとても忙しい繁忙期だとします。えー、ただですね、まあ、あの、ちょっと来月の頭に旅行行きたいんで休ませてください。えー、それはやっぱり、あの、もう1ヶ月先の予定をこっちから打診してて、えー、やっぱ繁忙期でも車が足りないのはわかってる、わ、うん、かってるんですけれども、あの、それでもちょっとこの時期しかそこの旅行先は行けないんですとか、あの、この日しか抑えられなかったみたいな、いろんな理由があると思いますけど、えっ、ー、と、ある程度先の予定をこっちから、こちら側から提示 している場合はですね、会社側の方もあのそれはもうどうしようもないことだと思います。えそれは、まあ、運転手さんとちょっといやなんとかやっぱ一週間じゃなくてあの三日にしてくれないかとかあのまあそういう交渉はあのしてもいいとは思いますけれども、えー、なるべくこう運転手さんのえー、と希望に沿うような形でえ落とし所を見つけていただきたいなとこれに関してはえー、と運転手さん側があのもうあの希望を言っていい希望を通していいということだと思います。えー、のでですね有給あの入ったばかりの新人あの取りづらいとか。 思わずにですね、あのう入れ休みたい日にえっと自分の好きな理由で休んでいただいて全く問題ないと思います。えー、そしてですね有給あの昔はですね有給取らないと有給買取りみたいな制度があったんですよね。あったというかある会社もあった <laughs> みたいな。えー、要は2年間貯められると言ってましたねさっきね。えー、そして3年目まあ3年でも4年でも5年でもいいんですけど、あの切り捨てになる分の有給をえっ、ー、とお金で買い取ってくれるみたいな制度がえっ、ー、とまあ各社あちこちの会社で やってたんですけど、あのそれは違法になってあのダメになっちゃいました。えー、なので今あの有給買取みたいなことはあのできません。えー、そしてあのやってもらえません。でもしやってる会社があったらそれはちょっと違反違法なので、えー、ちょっとブラックかなと思います。でやっぱりあのこう。 なんだろう、出面で仕事をしてたりとか、部合制で仕事をしているとかいう、あの、運送会社はたくさんあると思います。え、そういう会社だと、有給使って休んでもいいんだけど、休むと出面が減って結局給料が減るとかって、そういうお話あると思うんですけど、有給休暇というのは、あの、まあ、基本給は、あの、抑えられてあるはずなので、あの、その日有給使って出なかったとしても、あの、0円ということはないんですよ。有給休暇というのは。あの、そこら辺はちゃんと、あの、会社の方に確認していただきたいなと。あの、 最低日給分は必ずあの出るまあ、当然、当然なんですけどね、えー。ただ、あの、休んだんだからゼロだよ。有給使ったでしょって言われる会社たまにあって、あの、わかんない人だと、あ、そっか、休んだからゼロか、みたいな。あの、まあ、例えば、日給月給でやってるとか、あの、部合部会でやってるっていうか、その、まあ、出面でやってるとか、あの、まあ、完全部合だったりとかすると、あゼロなんだな、みたいな。まあ、休んだから一回みたいな感じで、なんか変に、あの、こう、納得させられるみたいなことはあるんですけど、そんなことないですからね。 ちゃんと基本的な、えっと、学は担保してある。それが有給休暇というものですので、え、出てなかったら会社に言ってください。え、そして言って思い休んだからないよ。当然でしょって言われたら、えっと、労働基準監督署なり、えっと、労働センターなりに相談していただければいいんじゃないかなと。え、有給休暇は、ま、あの、10日なら10日、え、好きな日に、好きな理由で休んでいいと。え、ま、先ほども言った通り、会社とやっぱりこう、え、なんかギクシャクするのも、あの、良くないので、え、会社とこう、打ち合わせをしてですね、この、ま、来週ない、再来週ないのこの日、 に休みますと、えー、それでもう全く問題ありません。えー、新人だろうが、えー、ベテランであろうが、えー、誰であろうが、えー、有給休暇は取る権利がありますので、タメラはぜひ取ってください。はい、えー、ということでありがとうございます。えー、もう一個から行きましょうかね。はい。えー、っとなんか軽いやつ行きましょうか。はい。<laughs> え、お風呂問題特集をお願いしますというあのコメントも来ておりますね。リストね。え、ありがとうございます。これやっぱあの長距離とお風呂。え、なんかやっぱりわかんない方もいらっしゃるのかな。あの、 長距離やってるとお風呂どうするんですか例えば、あの、飯だったら、あの、ま、高速のパーキングであったり、あの、その辺のレストラン、えー、あとは、あの、積み地なんかでっかい倉庫、えっ、ー、と、デポみたいなとこだと、この、まあ、あの、何回かにその会社の食堂が入ってて、あの、食えるみたいなパターンあったりしますけど、あの、お風呂どうするんですかみたいな質問、まあ、ちょいちょいきますよね。えー、そして、あの、やっぱあの、3日も4日も風呂も入んないんでしょうみたいな。だからあいつらヒゲも生やして、なんかあの、薄汚い,い小敷みたいな格好してるんでしょみたいなことたまに言われます。えー そしてですね、小敷みたいな格好をしている長距離の運転手さん結構います <laughs>。 <laughs> これはま、あの、否定できない事実としてですね。なんでそんな汚い格好してるんですかっていう運転手さんがいるのもまた一つ事実ではあるんですけれども、あの、お風呂はちゃんと入れます。あの、ほぼ毎日入れますね。あの、各、まあ、各パーキングではないんですけど、まあ、大きめのパーキングに、あの、シャワーの設備。例えば、あの、透明で言えば、牧木野原であったり、新透明、カリアに温泉かなあれは。えー、あとは、えっと、足柄とかにもありますし、えっ、ー、と、あとは諏訪港にも温泉があったかな。はい。あの、パーキングエリア、サービスエリア、 上下線ですね。まああのちょいちょい、えー、シャワー設備あります、えー、のでですね別に入ろうと思えばあだいたい二十四時間やってますのであの入ろうと思えばいつでもえっ、ー、と入れます。トラックの運転手さんになればそういう情報は結構あの、えー、ありますしえっ、ー、と意外と綺麗ですよ。昔はねあの汚いとこあったんですよ。<laughs> であのうさみえっ、ー、とガソリンスタンドのうさみですね。だいたいあのトラックは定型のカードを持ってます。まあうさみであったり一光であったりあの <coughs> 定型のカードが上が ガソリンスタンドのカードを持たされますので、えー、国道沿いの、まあ、例えば下道の話ですね、国道沿いの、えー、ウサミとか一行とか、えー、トラックがたくさん集まるような大きいガソリンスタンドはシャワー設備あります。えー、なのでそのカード、えー、まあ、法人のですね、トラックの運送会社のカードを持っていれば、あの、入ることが可能です。これ一般の方は残念ながらちょっと入れないんですけれども、あの、トラックの業者さんだったら、えっ、ー、と、ウサミえー、うさみ、うさっていうもあって、特定の会社名出すとまずいんですけど、まずくはないけど、ウサミでもないとこありますから、シャワー。あの結構の トラックが集まる国道沿いのでっかい、えっ、ー、と、ガソリンスタンドはシャワー設備あるところ、えー、まあ、うさみに限らず結構ありますので、そういうところで、あのー、シャワー借りたり、えー、まあ、ありますし、まあ、りかし地方の方に行けばですね、あのー、サウナ付きの、なんですか、スーパーセットみたいなところで広い駐車場えー、完備しているところ、例えば新潟とかですね、えー、ああいうところにもあったりもしますし、えー、まあ、あとはですね、もうラーメン屋の山岡屋、え <laughs>、山岡屋シャワーありますね。山岡屋っていうのは、あの、ラーメンショップ、え、ラーメンショップって言う人は違うか。 えっと、ラーメン屋さんの山岡屋ですね。赤い看板のね、えー、深夜もやっている。まあ、コロナで深夜やってるかどうかわかんないですけど、えっ、ー、と、国道沿いにあるという、あの、山岡屋です。えー、山岡屋はもう完全にトラック乗りをターゲットにしてますので、えー、シャワーついている山岡屋さんの店舗結構あります。えー、なので、あの、飯食って、で、あの、えー、裏側に回るとシャワーありますみたいな、そういうの結構あの、店舗としては、えっ、ー、と、ありますで、えっ、ー、と、僕が知ってるのは4号沿いもあったし、えー、あとは一宮目 みさ、みさか、えー、20号沿いにある山岡屋も確かシャワーあったような気がしますね。えー、結構あっちこっちの山岡屋、あの、シャワーありますみたいなところ結構あるので、えー、そういうところであの、入ったりとかですね。なのであの、意外と、あの、清潔にするには困らない。で、あの、各、あの、各所ですね、結構あの、綺麗です。いやあの、昔はうさみのシャワーあって、あの、ガソリンスタンドのシャワーとかって、あの、汚かったりしたんですけど、今は結構みんなあの、やっぱコロナの影響もあってか、結構清潔にビシッと、あの、 綺麗にしてあるので、もう全然問題なくあの清潔なシャワーを借りられます。まあ高速だったらコインシャワーなんで200円とか300円ぐらい、えー、あとはあのサービスエリアにある温泉施設なんかはまあ680円とかあのそのぐらいのお金取られたりしますけれども、えー、まああとはまあ大体そのスタンドとかはあのタオだ,だったりしますのでね、えー、そういうところを利用してまああの清潔にしていただくと、やっぱりあのお客さんのところに出入りします。えー、やっぱ B2C ではないとはいえ、あの B2B であるとはいえですね、やっぱりあのお客様はお客様。 えー、お客さんのところに行くのに、やっぱりあの、汚い、不潔な体ではあんまり行ってほしくないというのもありますし、やっぱり荷物の積み下ろしなんかすれば汚れます。長距離で家に帰れないとなれば、風呂にも入りたいのが臨場ですから、あの、まあ、結構そこら中で、あの、入れますので、そこら辺はあんまり、えー、これから長距離やるけど、風呂入れないのきついなと思っている方は、あんまり心配しなくて大丈夫です。えー、なので、あの、お風呂セット、あれ持っといてくださいね。あの、自分のお気に入りのシャンプーとか、まあ、リンスとかね、あとあの、ヘッチマとかね、えー <laughs> あ、あいうこだわりがある人いますので、えー、そういうのはあの持っておくとあの便利かなと、えー、思います。はい、えー、こんな感じでしょうかね。本日以上になります。ありがとうございました。では、ごきげん。